今年はまた新しいチャンピオンが登場しました。鈴木中村というこの2人の新しいカップルが見事に選手権を勝ち取りました。まあ、このところみどりさん、この世界選手権に行きましてもダンスはちょっと日本勢は低迷してるんですが、なんとか。そうですね、もうアイスダンス素晴らしいですからね、世界はね、はい。まあ、日本の、まあ、4種目の中でもちょっとこう実力的にも少し劣っているかなというこの種目なんですが、新しいこのカップルがどういうふうにこの世界に出て、まあ、力をつけてくるか、そしてどういう演技を披露してくるのか、まあ、大いに注目してみたいと思います。アイスダンスの結果も合わせてご覧いただきましょう。優勝は鈴木中村というこの新しいカップルでした。そして2位が羽吹小泉組、佐藤坂井組が第3位という結果になった。